いわき市平付近いわき市鹿島町の県道48号高点付近いわき市鹿島町久保付近いわき市商業浜岡商明付近いわき市小名浜中町坂井福島県道26号商明浜平線は福島県いわき市にある県道であるいわき市を代表する市街地である小名浜と平を直結する幹線道路であり鹿島街道と呼ばれる沿線には里が 岡谷中央台、若葉台といった住宅地や団地が存在し、平屋川瀬周辺や鹿島町から小名浜郊外にかけて鹿島ショッピングセンターやヨークタウントにかわせといった大型のロードサイド店が存在することから交通量が多い道路である。起点から平屋川瀬までは片側に車線で整備されている。従来は小名浜市街地での渋滞が慢性化していたが、 2015年度までに順次拡幅され混雑は解消された。一方、平屋川瀬から終点にかけては片側1車線の平らし街地を従官する通りとなっている。常磐上谷田町から終点にかけての区間は、従来の鹿島街道のバイパスとして建設され1989年3月に開通した区間であるが、便宜上この区間も鹿島街道と呼ばれる場合がある。 旧道は現在岩木市道15丁目若葉大線となっている。ありがとうございます。